ごいっす。ここに五条悟の絵を描きましょう。最近流行りの呪術回戦。ちなみに自分も、まあ、今出てる漫画の巻までなら全部見ました。髪の毛生やすわ。これあの五条悟の髪の毛です。あのツンツンした髪の毛です。こんな感じこんな感じ。あ、でもおい、雰囲気出てる。これ雰囲気出てる。見てこれ、わかりますか、わかりますか、この雰囲気だけ。なんか顎めっちゃ長くないか。顎めっちゃ長くないか。これバランス悪くない。なんかこれ顎だよね。なんか怪人みたいに尖ってんだけど。何これ。ここまで五条悟。ここまで。ここから左は全部、なんか五条悟って言われたら、まあ、わからんでもない。これなんだ？これ。これなんかヘビみたいな。これ何これ。なんか目が描いてあるこれ。え？なんで目隠しの下に目があるの？これ何これ。じゃあこれ目隠しの部分じゃないの？五条さん、これ目描いちゃったの？これなんだ、これ知ってるか？五条さん知ってるか、みんな。ちょっと待って。みんな呪術廻戦で知ってるか？あ、知ってる？この3人は多分知らないっぽい。すでに3人知らないっぽい。知ってる？本当に知ってる？ちょうちんやこう目描いてたべ。五条悟の目描いてたよね。目隠しの下に目描いてたよ絶対。次皆さんちゃんと頑張ってしっかり描きましょう。わかりましたか？オッケー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 。じゃあこっちに集合。よし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 。目隠しだ、目隠し。最初にね、目隠し描いてもらって、俺は髪の毛を描きます。さっきも描いたけど、髪の毛をツンツンさせます。一番簡単だと思います、このツンツンが。特にこだわりないから。生やすだけってね。こんな感じですね。おおおお、いいいいいい。いい。いいよ。いい感じだよ。あとは輪郭だ。さっきはちょっと顔長くなっちゃって、カイジみたいになっちゃったけど。あ、いいじゃないですか。いいじゃん。で、これちょっと耳生やして。ちょっと横に耳生やして。おー、五条悟や、これ。五条悟や、これ。口書いとくか。口書いてくれた。あ、五条悟、ほら、ちょっと上から見てくるわ。おい、これ五条悟るやん、ほらできてる、ちゃんとできてる。遠目から見たら、鉢巻きつけた、鉢巻きってか目隠しつけた五条悟るやん。完成です。五条悟完成しました。